月2日日曜日です。東京駅に来ました。今からオンラインコミュニティニュービデオクラブでですね、フォトウォークをします。一昨日ぐらいかな、急にやりたいと思って梅雨明けするから呼びかけたところ、何人来るかわかんないですけど、多分 3,4 人来るんじゃないかと予想してますけれども、天気もいいのでこの東京駅の皇居とか銀座とかブラブラゆるくやりたいと思います。オンラインコミュニティを作って初めての会う機会というか、プチイベントですね。東京駅の丸の内南口集合で、今日俺は何のカメラかっていうと、これコダックのインスタントカメラ、これで撮っていきます。いるかな、 あれか。お疲れ様です。こんにちは、久しぶりです。ライディさん、父さんもお久しぶりです。久しぶりです。カメラは何ですか？カメラはローライ35。状態いいですね。これいいですよ。ここから出てこないと思うんですね。鈴木慎さんですか？髪型もちょっとあれしアルファ君、写真兄弟登場。フィルムの撮るタイミングめちゃくちゃ難しいです。何のフィルム入れてるんですか？富士の200、パンの200。こういう状況。いい音。いい音。軽くていい音。これですね、なんですかそのレンズ。レンズ入ってるんですか？これ映レンズですね。映るんですのレンズ。のマイクロフォーサーズ。です。マウント。マウントの。そんなのあるんですね。チープな映りになるんですか？若干。若干チープな。めっちゃいい。いくらですかこの映るんですレンズ。5000円ぐらいです。安っ。買おうかな俺も。芝生が敷き詰められてる、いつの間にか。めちゃ気持ちいい。これ目立つようにこのズボン履いてるんですか、こうリフレクションで。そういうことか。そういうことではない。皆さん思い思いにスナップシューティングをしております。東京駅銀座周りは本当に今人が少なくて、ゆっくり写真を撮れますね。お茶休憩です。スタバの最新のピーチのやつをちょっと飲んでみたいと思います。ジューシーピーチプロフェチール。うまっ。めっちゃめちゃうまい。これ桃っもう2時間やりましたので終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。またやりましょう。また次場所リクエストお願いします。おすすめの場所ここってご参加いただきます。はい。